ライチームにようこそ。はい、ライチーム始まりました。今日はですね、ここ津山に来ました。結構ね、津山くんの久しぶりなんですよね。何年ぶりかな、3年ぶりぐらいです。まあ、コロナもとかね、いろいろあったんで、本当久しぶりになったんですけども、ちょうどね、あの桜の見頃で一番いい時の津山に来ることができました。先日ね、稲葉直人さんが出された美しい建築の街津山ですね、これ出されたんで、もうちょっとね、テンション上がってきたんで、もう一気に来ちゃいました。ということでね、まあ、この街全部行けるわけじゃないんですけども、ふらっと、津山の街を回ってみたいと思います。まあ、桜も綺麗から楽しみです。行ってみます。ラッカー。そしたらね、観光案内所の方で自転車借りてきたんで、これで今日のね、ちょっと一日、まあ、津山の街を回ってみたいと思います。この稲葉さんのいとこさんの、稲葉直人さんの、写真展があるっていうことだったんですけども、それでポートレートデザイン津山に来たんですけど、今日なんと休館日でした。休館日もうどんまいしゃあないですね。うん、また機会があればってことで、はい、もう仕方ない、うん、せっかく来たんでまた他回ります。はい、あの到着しました、稲葉化粧品店。久しぶり、3年ぶりかな、到着して、あのママにも久しぶりに会えるんで、めちゃめちゃ楽しみにしております。なんかテンション上がりますね。中に入ってお買い物していきたいと思います。はい、お買い物終わりました。買ってきました。これいいんかな、色 OK OK かな、缶バッジもらいましたね。はい、買い物してきました。ママも元気そうでね、あの久しぶりに話してきてよかったです。それとね、稲葉直人の津山の本ですね、はい、こちらにもね、ちょっと無理をお願いしまして、サインをいただきました。じゃん、ね、サインいただきました。こんなサービスもしていただきましてありがとうございます。そしたらちょっと上のね、八幡神社の方も行ってみたいと思います。結構きついんですよね、この坂が。よいしょよいしょ、これで半分ぐらいかな。あ、この桜は綺麗ですわ。ママもね、結構お元気そうだったんですけどね、うん、稲葉さんもちょこちょこ変えられてるみたいではあったんですけどね。稲葉直人さんの写真集の、タグマの舞台、そこにもね、ママ行ったみたいですよ。情報によると車で 2,30 分ぐらいで行けるみたいなんですけどね、ちょっと今回はね、さすがに私はあの車じゃないんでね、なかなか行けないんですけども、行ける方はね、タグマの舞台の方も行ってほしいなと思うんですけどね。行き上がるわ。桜咲いてますね。そしてここね、もうご存知のね、稲葉さんの浮き日があります。こういう感じ、結構上の方にあります。ちょうどね、桜が咲いてるところの下にあるんでね、天気もいいし見栄えがいいですね。稲葉和夫さん、お亡くなりになられたんですけども、お父様のお名前もあります。八幡神社来ました。周りはこんな感じ。ほら、この桜とこの天気の絶景よ。稲化粧の方からね、今自転車で5分ぐらいですかね、ところにある津山城豆腐茶屋、豆腐早瀬豆腐店、はい、ここ結構ね、インスタとかに載ってたんで気になったんですね。今日ここでランチしてみたいと思います。津山の本も置いてますね。さすが。あ、ここにサインがありますね、稲葉さんの。おお、ウルトラと買って帰るかな。あ、すごい、いっぱいお豆腐ばっかり。お豆腐があります、ね。
ルトラと。いや、ウルトラと。ウルトラと。ウルトラと。買って帰んの？ちゃんと買いましたよ。ちゃんとウルトラと買いました。あ、美味しかった。さあ次行ってみましょう。前にブックセンターコスモの駐車場のところにあった巨大看板がね、ここに設置されてるようなんですね。はい、その時もまあ止まってるんですけどね、この巨大な看板見たらね、なんかちょっと津山その時の当時を思い出しますね。こっちもあります。ブックセンターコスモさんもね、終わっちゃったからそこで譲り受けた形でやってるようです。ここにも稲葉直人さんの写真集がありました。フェイスブックの方へ登録した。ここでもね、シールを貼ってもらいました。はい、ひろみさんです。こんにちは。今はどうなってるんですか？稲葉ファンルームじゃなくて、はい、今、はい、あるんですよ。稲葉ファンルームはあるんですけれども、はい、こちらでテイクアウト式になって、はい、持って行っていただきます。はい、私はこちらにいたりあちらにいたり、はい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 、忙しく忙しい。3年ぶりなんですよね。そうですよ ね、もうびっくり覚えてましたよ。3年ぶりに話したって稲葉直人さんも写真展されてるから、はい、ちょっとサインされてるみたいなね。津山の皆さん、ありがとうございます。直人と稲葉でございます。いいですね。どーん、頑張れ。どーん、素晴らしい。そんな久しぶりだから、そうですね、写真撮ったり動画撮ったりしながら、うん、このあと桜をね、バッチリ撮ろうかなと。綺麗ですから行ってみてくださいって言って、はい、またゆっくりさせてもらいます。また来てください。嬉しかったです。ありがとうございました。ひろみさんでした。津山城着きました。ここすごい綺麗じゃないですか。何の花と桜の融合よこれ。すごい。まだちょっとね、登っていきましょうか。結構登るのきついんですけどね、登ってみます。結構人いっぱいですね。平日だけど春休みだからかね、あの中学生は高校生みたいな子も多いですね。地元の人が多い感じかな。土日はね、外から来る人多いけど、そんな感じもしますけども、まあ満開ですわ、とりあえずね。ちゃんと入ってますよ、ね、稲葉化粧品ね。そしてあっちはね、くら屋さんが入ってます。おー、素晴らしい。もうちょっと上はあるんですけどね、ここの道すごい綺麗でね、めちゃめちゃ綺麗な通りですよ。結構ね、下足場悪いからね、登るの大変です。石垣がね、結構大変です。お年寄りさん大変やろ。ここでね、御朱印もらえるんですよね。今なんかあの桜バージョンね、季節限定のバージョンが出てるんで、ちょっともらいに行きます。それはこれと、はい、こっちで、はい、ありがとうございます。こちら日付をお入れしますか。日付を、はい、はい、お願いします。はい、100名以上スタンプもらうんで、これもね、こっちに押してみたいと思います。はい、お願いします。押せました。一番上のところにですね、こういうね、ハートの石、愛の奇跡たんですね。このハート探してる人多かったと思うんですけど、一番上です。上、ね、ここのところのスポットにあるんですけどね、こういうハートの石になってるのがこちらなんです。ほら、ハート、わかりますか？はい、音響、どうか。はい、この天守台からね、あの津山の町が全部一望できるわけなんですけども、あの津山のライブの会場、津山文化センターがね、この上からもしっかりと見えます。すごくあの建築の写真集にも入ってたんですけども、やっぱりこうやって見たら結構形がね、あの特殊な形ですね。うん、屋上の写真とかもあったりして、こういう感じだったんやと思いながらね、ここでライブありましたね。2017年のショーケース、またやってほしいなと思いますけどもね。津山文化センターのもうちょっとやってたところにね、
津山高校あるんですよ。高校、稲葉さんが通ってた高校にもなるんですけども、写真集のトップページ津山ホルモンうどんの、三重さんもね、また出店されてます。いつもね出店されているんですけども、美味しいホルモンうどんちょっと食べていこうかな。ビーズじゃない前もね来てはるからね、もう皆さんそうやって写真撮ってくれるんで、有名人のおかげではい、チーズ。御朱印回ってきました。これがね通常バージョンで日付入りのやつですね。で、桜の限定バージョンね、こちらの津山城ね、はい、これは日付ないんですけども、ちょっと豪華な感じします。はい、まあ、記念なんでね、どちらもちょっと買ったんですけども、なんかいい感じじゃないですか。そしたらちょっとね、もう昼過ぎ3時4時ぐらいになるんですけどね、ちょっと今からまた行きたいとこあるんですよ。はい、倉屋さんとね高校の方もちょっと行けたなと思うんですよね。ちょっと急いで行ってみたいと思います。はい、1年生でね、倉屋さんに来ました。なんとか来ました、たどり着けたね、倉屋さんで。ちょっとお茶する時間ないんでね、お土産だけ買ってね帰りたいと思います。さあ、倉屋さんです、入ります。いきなり行っちゃいます。いきなりです。ショーケースの時のサインが飾ってあります。倉屋さんにも津山の美しい建築の街を置いてます。こんだけ買ってきます。グラドラあ、そうなんですか。写真集は出てるじゃないですか。これちょっと今押してもらったんで、いっぱいお母さんとかとかで、お兄さん見たはずだなと思ったけど、タイミングがね、ちょっとお兄さん出てたんで、ゴムインだけね、ちょっとさせてもらいました。はい、まあ、記念に結構揃ったと思うんですよね。はい、最終段階で津山高校に来ました。もう何時、5時前です。もうちょっと夕日があったらねちょうどよかったんだけど、ちょっと曇ってきましたからね。まあこんな感じなんですけども、ここは稲葉さんが通われてた津山高校です。こちらも津山の観光スポットとしてね、見ていく方も多いですよね。まあ、写真だけ撮ってね、その時感じて訪れる方が多いです。そしてね、何よりまたこちらの稲葉直さんの写真集ですが、表紙がね、この津山高校なんですよね。こんな色やったらいいなと思ったんですけどね、なかなかうまくいかない。この写真がやっぱ素晴らしいですね。うん、この色合いとか素晴らしい。もうちょっと、ね、時間あったら、ね、市役所も寄ろうかと思ったんですけども、ちょっと時間オーバーです。そしたら今日はね、ちょっとなんかバタバタしちゃいましたけども、津山の旅ということで一日お届けしました。まあ、チャリで行ったんでね、なかなか行ける範囲は決まってるんですけども、もうね、車があればね、この写真集になるようなレアなスポットも結構ありますんで、こちらの方回ってみたらいいかと思います。いつかタクマの方も行ってみたいですね。まあ、車ある方は行ってみてください。でもチャリでも十分回れますんでね、満喫してみてください。桜は OK でした。それでは今日は以上になります。ではせーの、お疲れ、また会いましょう。バイバイ。